ああ俺これさでかすぎてさ叫んだ時大体赤羽貫通するんよね。え叫んでみて。わあ！やばい死ぬ。はい、というわけで今回なんですけど、クイックピックやったことある？フェアリーさん。俺はあるよ、さすがに。あ、そう、俺ないんだよね、一回も。ニューって書いてるし。ほんとだ。え、そんなことある？そんなことあんのよ。で、今回は、これを全て一切デュエプル知らない視聴者に選んでもらうと。はい。で、俺らで何勝できるかっていう企画ですね。いや、でもまあ、さすがに3。3いく !3! 男気ありすぎじゃない？まず。俺、2いけたら結構万々歳かなと思ってた。じゃあ、まあ、目標2でいく。いった、いや、まあ、目標3にしようよ。まあ、目標3にしよう。最低ライン2。確かに。じゃあそれで。いやでもまあ、バチで組むんでしょ。いや任してよ。いや頼んだよバチで。はい。え、これさ触ればいいんですか。うん、そう。適当に。うん、どれか選択してくれる。え、真ん中がデトダムで、右が、なんだろう。トップオブロマネスクだね。いや、知らねえだろ、絶対。知らない、まあ、知らない。マジか。で、左が、バルハルツワークだね。まあ、ドルファディオンと。じゃあデトダムじゃね。まあ、さすがにね。おー。はいはい、あー、そんな感じね。そう、3択から選べるね。全く分からんな、本当に。あ、けど、超次元があるってことだけは分かる。ここ2個が超次元ってことね。いや、でも俺たちもピックピックやってないから分かんないけど、ね、全然分かんない、うん。全然分かんないけど、まあ。え、けど、枚数多い方がさ、ちょっと強そうだけど、枚数多いやつは。はいはいはい、はい。まあ、超次元。なるほどね。やばいんじゃん。いや、いいんじゃん。まあ、いや、終われないと思いますわ。え、だから全然勝てそうじゃね。うわ。あ、知ってるカード出てきた。おー、本当やね。だが、シールド戦だと思ってね。あ、そうね、そうね。だから、コストは、まあ、軽いやつはあった方が良さそう。まあ、これかな。はいはいはい。いやどうなんだろうね、日本人4000のブロッカーいたけど。まあ、いらなそうだね。はぁ、むずすぎだろ。いや、マジでわからん。マジでわからんな。シールドリガー入れて、じゃあって、絶対言われた。いや、全然いいよ。絶対ダメじゃん。待って、本当にわからん。これ、マッチングする相手も全員イチゴさんじゃないとダメかもしれん。3勝結構いかれてない？いかれてるわ。一勝で。好きなやつを出してくれ。好きなやつね。本当に。もう最初にこれって思ったやついいよ、本当に。もういいよ、好きなやつでいいよ、本当に。本当に？本当に本当に。信じてる、マジで。え、けどこれ、あと、いいよ、15ね。はいはいはい。信じて、信じて、言っていいよ。終わったわ。終わったわ。終わった。あれ、叩かれないこれ。いや、全然全然。なんなら多分ね、終わった話するとね、最初にデドダムから選んだ時点でちょっと終わってる。ああ、そういうことね。こういうのパワー、赤がパワーあるからさ、やっぱり。フェアリーライフあるけど、デーモンハードもある。そうだね。けど、さすがにフェアリーライフじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。ああ、ちょっとデモンドが美味しかった。てか、まあこういうゲームにおいてさ、あんまりフェアリーライフ強くないんだけど。確かに、確かに。あ、ちなみに、あの下でさ、一応色配分見れる。あ、これね、色ね。とりあえず青1だね。青1だね。やばいね。いやでもまあまあ別に。まあまあ、全然直感でいいよ。なんか強そうだから、これにしよう。ああ、それなんだ、よりによって。よりによってさ。言葉のチョイス。いや、青少ないから青だね。はいはいはい。いいね、いいね。いいねとか言っちゃってるし。文字もちっちゃいしな。そこはやばい。なんでマナ置くだけのカード。お、ちょっと重要局面ですよ、これ。え、やばいよね。なんか光ってるもんね。そう、これスーパーレアあるから。え、ちょっと待って。半蔵がマジで文字がちっちゃすぎて何やるか全く分からん。頼む。一生ぐらいしたい。これめっちゃ大事。え、1万7000、6000、6000。え、マジで見えんのよね、あの効果が。だからもう直感でいきます。うんうんうん。あーよりによってそこ行くおい、フェアリーさん、この動画面白いわ。いや、これ面白い、面白い。この動画面白いわ。ほんとに。待って待って。え、大丈夫、戦えない。いや、全然全然全然。え、とりあえずね、伊藤さん、あのね、デカリを育つには出ない方がいい。やばい、そういうことね。これがボギーだったらもう、まあ、ドーブルはゼロだね。ドーブル抜いてるで当たってる。終わりじゃん。 V が入ってない。うまそうじゃねこれ。もうこっから何選んでももう終わり。いや、全然まだまだまだある。今まだあと14枚あるから。いっぱいいっぱい。関係ない関係ない、頼むよ。こっからが重要だから。こっからが重要ね。え、でもありそうじゃない、まだ。え、結構いけそうだよ。全然全然ある。うんうん。なんかまた多い。クソでかいね。まあまあまあ、ついていくよ俺たちは。うん、おはい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 。あ、真ん中よりいい。そうだね。真ん中だけは絶対、ま、真ん中だけ勘弁してほしい。ね、真ん中だけはダメってことはなんとなく分かったね。よかった。よかった。でもなんか色バランス的にはだいぶデッキになっていってるよ。色だけで、ね、色ちゃんと選んでる感あるよね。え、待って、これ VV8 までくれないと間に合わない。終わった？もしかして終わった？マジでおもろいな。え、全くわからないんだよね、ほんと。いや、いいよいいよ、全然いい。ちょ、デュエプレゼンに、デュエプレゼンにクソほど怒られるかもしれない。いや、全然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 。いや、全然いいよ。うん、大丈夫大丈夫。おー、いいよ。おー、いいよ。いいよ。ありがとう。うわ。おー。究極。
究極ですね。だってこれも SR だもんね。とりあえず一つ絶対ないね。そうね、一つ本当にダメなやつある。え、やばい。まあ全然、はぁ、分かるわけねえだろそんなん。いやもうなんとなくでいいよ、とりあえずこれかなってやつで。ちなみにどれ押そうと思っとる？これ。ああ、どうぞ。いや、いいと思うよ。どうぞ。よし、よし、まだできなかったよ。ちょっとだいぶイカサマしたけど最後。いや、いやけど、まあ、思ってたから。いや全然いけそういけそう。進化元とかがあったから。いけそうな気がする。え、これ勝てんじゃないさすがに。一回見るか。2勝ぐらいいけるかもしれない。いける？よデッキチェックするか。いや、まずいかもしれん。いや、ガローズにあるのがね、結構ね、熱い。ガローズ以外に、え、でもなんかエスコバルト2枚あるぞ。いいデッキにしてきました。まあ、下回りゴミだけどね。下回りゴミかすだけど、進化フリーチャーいる？クラゲンカスやね。これ弱。いや、変で7。ゆりさん、大変です。はい、ハンターがこれしかいない。あ、これもだ。アクアジェットと、え、でもあの大番長もいるんじゃない？あ、本当だ本当だ。まあ4枚ぐらいあるか。まあ極力打たないように行こう。これは打っちゃダメだな。これマナ置こう、うん、いや、とりあえず行ってみようか。たぶんマジで。いや、もう今クイックピック残ってるやつってさ、もうモサじゃない？いや、モサしかいないよ。確かにみんな結構走ってるやつ多いから。色配分だけ割れないんよな。色だけやね。ほんまにシェルさんやってきてるから、色だけは。なるほどなるほど。まあまあまあ、いや信じてるよ俺たちは。マジで初手爆発で頼む。初手爆発で頼む。本当にフェアリーだけ欲しいな、せっかく聞いたんだな。確かに。あ、でも、え、勝てそうじゃない？ちょっとこれいけんじゃない？フレンド募集初心者もこれ勝てるぞ。フレンド募集初心者はさすがにいけるぞ。え、でもさ、今クイックピックの上位だって。おい、次元強すぎだろ。ほい。ガイアールホール2個入ってる。確定や。でも俺たちもガロードホール2枚持ってるから。ちょっと強い。はいはいはい、白。ええー、いや、あるぞこれマジで。全然あるやん。いけこれさ、買う可能性あるけねえ。これがさ、ラインとして強すぎるよな。強すぎる。え、普通に右2番目やんけね。移動的に弱くね。しかも墓地にコスト最高落ちそうです。無理だな。いいよこれ。これトップ緑激アツよ。いや、これ激アツだよマジで。でも緑9なんよなこれ。頼むマジで。あと6しかない。あと6しかない。19分の6。いや、薄いと思う。あー、いや、これは置けないですぜ。え、でもさ、最悪さ、塩ざまで拾えばよくない？確かに。それじゃね？これだ。これやん。これやん。え、あるぞ、これ。あるじゃね？これあるぞ。え、これガチであるよ。いらねえ、これ。これはね、マジでピック先導してほしかった。え？え？大丈夫じゃない？大番長ケアやん。あ、ほんまやん、大番長ケアされた。大番長ケアされた。デッドリーラブで破壊できるよ。ハンド2枚切ってアイスコンの。カスすぎん。まあ別にこれ殴ってくる分には全然いいみたいなとこない？あ、全然ある。それでいいんじゃない？まあまあエンドでいいよ。うーわマジ。え、ジェットドリル刺さりすぎだろ。え、これでも破壊してもよかった。え、でもさすがに渋くね。さすがに渋いか。だって確定直で。クソみたいな感じ使えねえよ。教えてやろう。殴ってこない。うわ、いらねえマジ。いや、でもこれちょっといらないだろさすがに。ええ、あるんじゃない？いるか。うん、あっていいと思う。え、これハンターなの？え、脱出がよかった。ハンターよ。2ドローやった。あ、そいつハンターなんや。うわ、え、俺ただの普通になんかブレインジャッカーだと思ってた。まあ、とりあえずゴーキ出すか。いや、ボタンクラスター絶対いらんて。6マナ以上のカード出てこんて。いや、何もなかった時にこれうつくねみたいな。ない？ないか。ないだろ。あ、そう。え、出す。まあ一番強そうなんジョーザマンかな。ハイドラかこれの2択だもんな。うん、ジョーザマンでいいんじゃない。こいつもこいつも大したことねえな。大一役に吸い上げてやる。一旦なしでもいい。いや、どうだこれ勝てるか。まあでもデッドリーラブあるの結構でかくね。うーわ、ガイアル、ガイアルガザ。じゃあ大丈夫。ガザ大丈夫か。これ殴ってくるんじゃない？さすがに2点は来るでしょ。うん、来そうだよね、そうだよね。まさかデッドリーラブ入ってくるもんじゃない。くれ。え？うわ、いやこれ撃つんじゃない？余裕ある。たぶん、ハンター。手札1ロスです。お前なんてカード入れたんだ。あ、ザビバレルめっちゃ強いじゃん。本当の手札1やん。じゃあもうザビバレルデッドリーラブでいいか。うん、3種類の回収あるから一応埋めるか。一応埋めるか。いや、まあでも、うん、ちょっと状況的にあれだな。ザビバレルでザビバレルからだね。これトワリュー出てきたらトワリュー取んないんだよ。邪魔するぞ。血だらけだな。トワリューだったらブチ切れるけどな普通に。ゴミ。だけど、え、ちょっと待って、ブロッカーで、そう。いや、でもよかった、マジで。ザビオリルから行ってよかったね。
本当に止まるよ。マジでごめん、どうするこれ。いやもうあのガエルガイズは止まらんけど。ひかりさん、この状況を打開できるカードがあります。砲丸ブラスターです。バカだ。いやでもね、砲丸ブラスター。いやてっきりさ、カードがなかったらダメなんよ。この中ね、モーツァルトとかめくれる砲丸ブラスターじゃないよ。6000だからこれじゃね。それでいくか。いやいいんじゃない、それでドリリング進化で。あ、黒ない。うわ、いや黒引くしかない。あ、最悪ドリリング埋めるわ。うん、ね、これしか。うわやばい、トワリューがやばすぎた。ほんまにそれトワリューなんだ。なんで。あー、それやばいね。それやばいね。あー、ここ通すしかないよね。通すしかないな。え、なんかあったっけ。スパイラルスライダー。来た。いけいけいけ。来た。え、来た。来た。来たある。いや、これはガイアールだよね。ガイアールを、え、う、あ、そっか、これジェット通り。ジェットやね。ジェット返してフランスオーパーブラスですよ。これで一旦止まる。止まる。いや、あるぞこれ。でもこれさ、一旦立て守るためにさ、闇ないからさ。あ、そっか。ドリリング目、スライダー左戻し、スタートダッシュ当たるとかある。うん、うん、ある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 。でもそれで立て守るしかないよね。え、でもまだあるぞこれ。え、全然ある。チャンある？え、チャンしかないよ。スイちゃんやな。かなり細いけどね。で、秒我慢で何回収するかやな。でもドリリング回収しとく？もう一回一応ブロッカー。あー、闇ないけど。いや、これこれにしよう。そっから始まるものだから。クリスタ1個手札だから。うん、リソース札で。で、ハンター持ってるから。でも次2面並べられたらリサルやで。いや、それは。優れた打ち手とは何か。そこでブラッティ出しちゃうじゃん。勝てないですって、奥さん。確かに。やばいぞこれ。不正金利は許さない。何決めきる？ガロス。来るやん、全然来るやん。ガローズやな。で、これこれだよね。で、梅どうすか。ジェットじゃね、さすがに。これ取って戻す。一応、左に戻す。そうだ。二年巻きか。おお、あるあるある。え、マジであるぞ。え、ガチであるよ、これ。で、これ3点でしょ？ってことは今のうち1点いっとかんのいかんのよ。で、これ覚醒国3点になるじゃん。うん、うん。トリプルだよね。だから3点1点ダイレクトでいきたいから、縦4にしようといけんのよ。そうだ、1点だけいこうと。なんだ、ここ1点だけいかんといけんくて。仲良くするわ。なんならか。なんならだな。なんならだな、これ。なんならこれいったらだって。だからこれ次リサルだもんね、だって。マジ、ガイアルホール引かれんかったらワンチャンあり、マジ。オッケー。で、一応拾っとけさ、あの、砲丸ブラスター。ガロードホール打てるかもしれない。全然ある、全然ある、全然ある。そう。オッケー。これマジでやばいぞ。え、とりあえずガイルガイザーなし、マジ。九段から。ガイルガイザー引くなら俺もやることあるよ。ほんとに。うん、ここは。うわぁやばい。右か左かで。うわぁ頼む。ありえないこと言いましたけど。これね、あのリジェと俺の UDB より神回です。クソ神回じゃん。じゃあ、え、やばいやばい。え、もうバカ汗かいたんだけど。もうだってこれ以上もういいもん。俺もうこれ以上の絵取れません。これやばっ。このゲームおもんないです。おもんないです、マジで。やめた方がいい。